天草諸島。天草諸島は、九州西部の熊本県と鹿児島県にまたがる、諸島である。北は、有明海、東、南東は、八代海、白沼海、西、南西は東、品海の天草などに囲まれる。別称は、霊州、霊島、霊州。天草を寒蔵、肝臓、肝臓、天草にかけ、その冠名、霊から東名風に名付けたもの。 全体の面積は約千キロメートル、人口は126,445人、鹿児島県長島町を含む推計人口、2014年11月1日。上島と下島、または天草上島と天草下島を主島とする。下島は面積5 7 4 0 1トルであり、本州など主要4島を除く日本の島では8位の面積を、 有する。上島、長島、大屋野島、獅子島、五所浦島がこれに続く。かつて、キリスト教、カトリックの布教が広がり、キリシタン弾圧や島原、天草の乱などの悲劇もあったことから、キリシタンの島として知られ、現在も3カ所のカトリック教会がある。ただし現在の信者数は突出して、多いわけではなく、人口の1%にも満たない。 元来、全域が、肥後国天草郡だったが、1581年、長島、騎島などが、薩摩国出水郡に編入された、歴史参照。これにより現在も、これらの島々は、鹿児島県長島町に属している。このため、これらの島々を、天草諸島に含めないこともある。なお、天草諸島に隣接する岸三隅町湖、長谷の飛ばせ島は、 天草諸島に含まれない。温暖な気候で、水産業、特に車エビ、真珠などの養殖業が盛ん。近年は新たに、近代マグロ、岩ガキ、トランフグ等の新たな養殖が取り組まれている。非常に優れた品位の透石、天草透石を算することでも知られており、生産量は全国の8割を占め、 地元の天草陶磁器や日本各地の陶磁器の原料として多く用いられている。長崎県の島原半島と共に、雲仙天草国立公園に指定されている。海水浴、イルカウォッチング、船旅、温泉などを楽しめ、年間約480万人の観光客が訪れる。天草最古の記録は仙台球寺本儀で、それに、 天草国像があったと記されている。ただし、この詩書は、偽諸説が濃厚であり、記述をうのみにすることはできない。信頼できる詩書としては、俗に本気が書出である。天平十六年、七四十四年五月、雷雨に伴う洪水の最中に、大地震が起こり、天草は、八代、足北ともども大きな被害を被り、その時の洪水による、天草軍の被害は、 だが二百九十四町、民家四百七十四と、被害者千五百二十四名に及んだとしている。鎌倉時代に入ると、幕府により天草州が本当、本土の九名の自投職に任じられている。ただし、天草全体を支配下に置いていたわけではなく、大屋の島には、大屋の市、天草下島北部にはその地頭、四季氏らがあった。 14世紀になると、天草氏の所領は、二の妙政が守っていた。妙政は、王朝元年、1311年に、自らの子供らに領地を分け与えたものの、昭和2年、1313 13年、四季市当主の四季景博は妙政が、自身のママ母であるのを利用して、本当の自当職を幕府に願い出て、これを許される。こうして、天草氏の着流は、 自動職より途絶するに至った。公安四年1281年、原稿が襲来した際は、大屋野氏の大屋野主婦、種村兄弟が原稿迎劇に出陣している。南北朝時代になると、この頃の四季市当主である四季高弘は北朝につき、本当のみならず、亀川の自動職にも認じられる。しかし、天草氏の所流が宇宙らし、さらに、 宮地氏が南朝について、城や柵を構えて激しく抵抗した。また、北朝方の天草豪族として上津浦氏、長島氏の名が、この頃に模様された犬をう者の参加者の中に見える。戦国時代頃になると天草は、下島北部を領する四季中部の川、内浦氏、後に、天草氏に、伏星と宮地氏、南部の久玉氏、上島北部の上津浦氏。 南部の相本市、大谷野島の大谷野市、長島の長島市の八氏がしのぎを削る形となっていたが、やがて、天草直氏が現れると、宮地氏と久玉氏は、天草領に平丼され、歴史からその名を消した。天文元年、1532年、上津浦治氏が、天草高種、四季茂月根、長島田島守、相本市、大谷野氏の連合軍に攻められる事態が起こる。父は 八代、足北、熊野た、三軍を領する、相良義よに協力を出しん、ぎがこれに支援したことで知事は対象した。この一件以降、相良氏は、天草鎮護のために、八代、足北、熊野た、平線を半年交代で、天草へ置くようになったが、非全国有馬氏の介入もあり、天草内部の騒乱は、止むことがなかった。また、天文十三年、 1554年、長島市当主の長島鎮信が、義茂の跡を継いだ、相良春広により、長島を追われて、薩摩国出水へ逃れた。残る天草市、四季市、上津浦市、杉本市、大屋氏品は、世に、天草五人衆と称される。A69 年、1566年、修道士ルイスである名画が、四季市当主の四季賃行、臨船。 下島、式上主に招かれ、キリスト教がもたらされた。式には、教会が建てられ、トルレス、ビレラ、オルガンチノラの宣教師も来頭し、A61 年、1568年と、元気元年、1570年には、宗教会議も行われた。信仰は広まり、信者は1万5000人、教会堂は30余りにも達したという。 この頃までは、天草諸島と肥後国天草軍は一致していた。しかし、長島市を肥後下に置いていた、殺し家より、島津忠金が派されて、天草の長島市丘陵に侵攻。これにより、天正九年、1581年、長島、四島などが、薩摩国出水軍に編入された。この時の国境が、現在の県境ともなっている。 豊臣秀吉が九州平定を成し遂げると、豊臣政権の下で、天草五人衆は、笹成政のより木とされたが、日後国人一揆により、成政が失脚、代わって、日後南半国の領主として、キリシタン大名の小西幸長が下すると、そのより木とされた。しかし、天正十七年、1589年、五人衆は、 雪長の宇都城武神の命に背いて、反乱に及んだ末に敗れて、降伏、逃走した四騎士を除く四騎が雪長の家臣に、組み入れられた。その後、雪長は四騎に、キリシタンの家臣に地比や領に、受詮名はビセ手、テ、ビンセンゾともを置いた。天草のキリシタンは、雪長の庇護を受けることになったのである。また、乱の翌年には上津浦氏も、キリスト教に受詮している。 天正19年、1591年、宣教使用成のための天草コレジを、学林が、羊角湾岸の川浦に設置され、全寮制の集団教育がなされた。天正剣王少年施設の4人もここで学んでいる。少年施設は日本に、グーテンベルク式活版印刷機を持ち帰ったが、天草ではこれを用いて、磯穂物語、平家物語、ラホビ、 大役辞典などの天草本と呼ばれる印刷物が刊行された。関ヶ原の戦いの後、敗れた小西行長は残首され、天草は唐津藩の飛び地となる。領主寺沢弘隆は、現在の霊北町に富岡城を築いて城代を置き、建築を行い天草の国高を4万2千国とした。しかしこれは、実際の生産校の場合にあたり、 そのため過酷な税の取り立てとキリシタンの弾圧が行われた。さらに基金が続いたことも要因となって、官営十四年、六百三十七年、島原、天草の乱が勃発した。乱後、山崎家春が、富岡藩四万二千国で入法し、富岡城の再建、離散した領民の呼び戻し、日田開発などに当たった。官営十八年、 1641年、家春はその功績により、佐ぬき丸亀藩5万3000国に数え放射、天草は天領となった。大官、鈴木重成は天草の復興に努める一方、再建地の結果に基づき国高を実習に見合うよう、半減すべきと幕府に訴えた。しかし、再三の訴えも聞き入れられなかったため、重成は、 上表文を残して自陣したと伝承されてきたがこれは近代になってから作られた話で公文には全く記載されておらず、慰霊碑にも病死と記録があり国高も、げなり存命中に半減されているが、当時の一般的な税率は四公六民であり、変わらず当民は重税に苦しんだ。また、キリシタン乱圧のための時短制度の確立と一行、一揆を恐れて、 浄土新州人門徒の監視のために、総統州の僧侶であった、重成の兄により総統州寺院が多数混流し、逆に一向一揆を警戒する歴代大官は、浄土新州寺院の混流は認めず寺地を強制的に移転させたり、門徒を強制的に総統州に回収させて弾圧した。廃藩地形5871年、明治4年までは、 長崎県に属したが、その後、肥後国天草郡は、熊本県、薩摩国出水郡は、鹿児島県に属し、現在に至る。熊本県の宇都半島先端の三角から大屋の島、天草松島を経て、上島に至るルートは、1966年、昭和41年に開通した天草五郷で、つながっており、天草パールラインと呼ばれている。夏のピーク時には、 観光、海水浴などで自動車の通行量が1日平均2万5000台にも上り混雑する。上島と下島とは天草の中心地である本土の市街、下島の近くで幅約100メートル、長さ約3キロメートルの細長い本土瀬戸によって隔てられているが、ここも1974年、昭和49年に開通した天草瀬戸大橋と、 本土瀬戸歩道橋で結ばれている。また、鹿児島県に属する長島と九州本土の間にも、黒の瀬戸大橋がかかり、自動車での往来が可能である。海に囲まれた天草も九州本土と陸路で結ばれる一方で、2005年、平成17年5月に、大道交差式航路、2006年、平成18年8月に、牛深水な航路、2007年、 平成19年5月に、本土水俣航路が廃止され、同年10月に、松島や津代航路、天草フェリーラインにより、運航、2008年、平成20年5月に、五所浦港米の津港航路、2009年、平成21年3月には、熊本フェリー株式会社が業していた、本土港、下島熊本港、熊本市を、約65分で結ぶ高速旅客船、 マリンビューが運行を休止されるなど、海上航路は次々と数を減らしている。松島や津代航路は2009年4月に天草、フェリーライン有限会社と松島フェリー株式会社の共同運行便として運行を再開したが、利用客の低迷により、松島フェリーが経営破綻のため松島フェリー便が11年、平成22年11月27日より運行を無期限休止し、 運行を再開することなく、同年12月20日付で、航路廃止となった。残った、天草フェリーライン便も2013年、平成25年3月31日の運行を、も再び無期限休止となり、天草や津城航路は全て消滅した。現在、下島より、口の津に池間、牛深長島間、中田市島間のフェリーが運行されている。 地域高規格道路の候補路線、島原天草長島連絡道路においては、島原と天草間及び、天草と長島間の架橋が計画されている。諸島内には鉄道路線はない。熊本県側天草五橋の手前にある JR、三住線三住駅が最寄りとなる。鹿児島県側必殺オレンジ鉄道の折口駅が最寄りとなる。その他、場所にもよるが、 長崎本線の長崎駅や、日殺オレンジ鉄道の水俣駅が挙げられる。熊本県側大屋の島、上島、加藤内は、参考バスの運行エリアである。熊本市内と本土を結ぶ快速、天草号が、都市間連絡の路線として運行している。主要拠点として、本土バスセンターがある。鹿児島県側南国交通の運行エリアである。 日殺オレンジ鉄道の悪年駅や九州新幹線の出水駅から運行されている。金本義継、徳岡和幸によって提案された都市圏10%通勤圏。細かい定義等は都市雇用圏に即する。一般的な都市圏の定義については都市圏を参照のこと。10%通勤圏に入っていない町村は格闘経年の欄で灰色かつタイで示す。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。